を上げて、市民の人たち一人一人が脱原発に向けて頑張って声を高に、なっていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ですね、コースはいつもの通りでございます。警察署を右折しまして、東北銀行前を右折しまして、桜山通りまして、サンビル前を右折して、石橋桜前を右折してこちらに帰ってまいります。中央消防署の前では、コール上げれませんので、静かに、速やかに、通過するということでございます。また例によってですね、旗と、横断幕と、すみませんが、どなたか、あとメガホンですね、どなたか、お願いできればと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうござい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 ます。あとですね、今日ですね、手作りペットボトルの楽器を持ってきていただいたので、どうぞお手すきの方、こちらに鳴り物ございますので、お手すきの方、どうぞ鳴り物ございますので、鳴り物持ちたいという方、どうぞこちらにいらっしゃって、あと3個ぐらいございますので、どうぞ、お手すきの方、鳴り物ございますので。あと2つほど鳴り物ございますがよろしいでしょうか。鳴り物ございますがよろしいでしょうか。どうぞ。はい、ありがとうございます。その鳴り物は、デモ後にまた回収いたしますので、覚えておいていただければと思います。はい、それではまた今週も声を上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。スプリンコールの練習をちょっとだけやりたいと思います。あ、一列でやります。一列でやりますので、はい、よろしくお願いします。あとカンパをね、こちらのピンクのお姉さん募集、ピンクの、お姉さん募集しますので、カンパいただければと思います。一列で、ずっと行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらの旗を先頭に一列で出発したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、6月28日、今日は47回目の脱原発盛岡金曜デモです。中継開始いたします。今日もよろしくお願いします。
出発時点で私を入れてちょうど60名でした、今日60名でスタートです。
で作ろう、みんなで作ろう、原発いらない、原発いらない、太鼓の反対、太鼓の反対、東警察署市役所の信号を曲がりまして、東北銀行の本店前まで来てます。
発盛岡でもデモしたいです。毎週金曜日のこの時間に脱原発の再稼働反対を求めてデモ行進をしています。私たちが今使っている東北電力の電気は全て原発なしで発電されています。昨年の夏もこの間の冬も私たちは原発なしで普通に暮らすことができました。私たちは電気がいらないと言っているのではありません。消防車の前を通過してますので、ここは飛行機を引かれて通過後にまた出発飛行機再開です。裁判所前の交差点まで来ましたので、ここを右折して内丸緑地公園に戻ります。大人が守ろう、みんなで守ろう。
で作ろう。原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、あ、お疲
疲れ様でした。先週の日曜日に、真田さんとお二人でデモ隊を代表してちょっとその会合に行ってきました。で、会合の中身は東北で各地でデモをやってる方たち同士で連絡会を作ろうっていう話で、そういう方向で話が進みまして、あとは各デモの情報が載ったなんか統一 の, 東北統一のフライヤーを1枚作ろうかっていう話になりまして、なんかこうチラシ東北の地図があって、こう盛岡主催がどこで集合場所がどこ何時からっていうようなこう情報が載ってるチラシ、まあ、それも宮城とか山形とか、まあ、青森秋田福島っていうふうにこう載せて、すぐに見てる方が分かるようなそういうチラシを共通で作って、それをみんなでこうそれぞれ巻いていこうかっていう話になりまして、今そういうちょっとチラシのデザインなんかを出していただいているところです。それで、まあ、せっかくなので今後もそういう会合というか交流会をやっていこうよという話になりまして、9月ぐらいに次また集まろうかっていう話になったんですけども、場所的にですね、盛岡が割とこう中間で集まりやすいんじゃないかという話になりまして、次回盛岡で会合をする予定になってます。でもしそこで福島とか青森の方からとかたくさん集まれるようだったら、せっかくだから集まった皆さんでこうちょっと大きなデモをやれたらいいんじゃないかという妄想もありまして、まだちょっと考えている段階なんですけども、もしかしたらそういうちょっと大きなこうみんなが集まったデモというのもその時に開催するかもしれません。今皆さんで検討してもらってるんですけれども、そういったことももしいろいろ決まり次第またご報告させていただきますので、その時はぜひ皆様周りにも声をかけてご参加いただきたいと思います。はい、ではすぐにそういった情報はまたご報告させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ集まっている特に何かというか情報交換を中心に、まあ、お互い頑張っていきましょうという形でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと情報ですけど、明日6月29日ですけども、そこにいるふっちゃんが1000年後の未来の子どもたちへという、まあ、未来についてのお話し会をやるそうなので、チラシがございますので、ぜひチラシを受け取って明日いらしていただければなと思います。はい、では、来週4月48回目となりますけども、また金曜日お会いしましょう。お疲れ様でした。はい、今日のデモは75名の参加でした。70名を超える状態で再び集まりつつありますので、この調子でまたどんどん、ね、人が増えていくといいですね。毎週金曜日、7月半ばでちょうど50回を迎えますので、コースが変わる時もありますけれども、そういったご連絡は、デモの公式ブログとか、まあ、ネット、あと各回デモの時に口頭でもご案内します。はい、50回目のデモはね、大通りの方でちょっとやる予定になっていますので、今コースについてはまだ交渉中なんですけれども、この大通りの商店街をこう通っていくコースでこの金曜の夜やる予定になっていますので、その日はデモが終わったらちょっとこう軽く打ち上げをやろうかという企画もありますので、中途参加でももちろん結構です。ぜひぜひ皆様ご参加ください。あと引き続きですが、IWJ でも中継ボランティアをしてくださる方を募集しています。まあ、私も全く素人のボランティアですので、全くそんなに深く考えずに一緒にちょっとやってみようかなと思う方はぜひぜひ声をかけていただきたいと思います。中継だけじゃなくてですね、公式ブログの方に毎回デモの報告を出してるんですけども、やっぱりそのデモの様子、写真なんかを掲載してやってますので、その写真を撮ることでお手伝いいただける方でももちろん歓迎です。
いろいろお手伝いいただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。それとすみません、今ですね、その東北の連絡会のちょっとお話を私がしたんですけれども、すみません、その時言うのを忘れたんですが、来月7月の28だったかな、仙台の方でですね、脱原発カーという、脱原発デモとかそういったイベントに使う凱旋カーをなんか1台用意されたそうで、それのお披露目も兼ねてちょっとしたイベントをやるということになっています。こちら、ね、盛岡からも都合のいい人みんなで集まってちょっと行こうかという話が出てるんですが、そちらのチラシなんかもいただいてきましたので、ブログの方にもリンクを貼って載せておきたいと思います。そういった各東北の各地のイベントとかいろんなご案内もこれから連絡会を通して入ってくると思いますので、そういう話もどんどんアップしていきますので、例えばこうお仕事とかね、帰省とか東北各地にこう何か出向かれた際には、皆さんぜひその出向いた先の方で都合が良ければデモにご参加いただきたいと思います。はい、では、今日の参加は75名でした。また次週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。